音声のことでございます。今日なんですけども、朝のトークやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、というところで、まあ、なんとなくね、こう、ランクマの多勢系というのがね、なんとなく見えてきたんですけども、多勢というか、まあ、結構みんなバラバラはバラバラなんですが、はい、これはですね、ちょっと日本人を使わないで、なんとかできるかと思ったらできなかったっていう図なんですけども、まあ、できるか。ここね、カルツ入れればできるんですけど、はい。できますね。はい。まあ、基本的にはやっぱり、この形が多いのかな。まあ、これこっちにいるパターンとかもあるんですけれども、はい。まあ、ここは、デバフのソックのシュナイダー使ってる人多いですね。で、ミューラーとここっていうのを、まあ、ミュンヘンコンビネーション積んでですね、ミュンヘンコンビネーションが結構ソック系のキャラクターに刺さるんですよね。特に DMF、OMF キラーのキャラクターだったりとか、うん、そういうキャラクターとかだと、もう、全力中はカモになっちゃってたりとか、まあ、カルツとかもね、ワンチャン、全力中であればね、スタミナ高ければ抜かれちゃいますし、まあ、自分は力のディフェンダーが多いんで、まあ、かろうじてなんとかなりますけど、ミサキくんとかゴリられちゃいますわね、結構ね。はい。まあ、これ、バフサーとかもあるんですけども、で、まあ、シュナイダーに関しては、まあ、普通に、若島津とかバッカスですね、やり方によっては抜いていけるということで、多分使われてるのかなというイメージ。自分はこのキャラクター、竜の方向は検証でもやりましたけど、30% しか出ないんですが、ハンドシューファイヤーをね積むことで、まあ、60% 取れるというような場合もあるので、まあ、この地でもいいんじゃないかなというような気がしております。はい。まあ、分かりやすく言うとこっちで行った方が楽なんですけど、まあ、ハンド収束陣ファイヤー打てないので、こっちに、ね、ヒューガ君入れる人もいますね。はい。まあ、ヒューガか、インザースが多いのかなという印象で、これで、力即技っていうような組み合わせをしていてて、まあ、ここのポジションにあれですね、タイガーボランを使ってる人多いですかね。はい。で、意外と、まあ、ワントップの人は、うん、ワントップの人はシュナで OMF に、ブライアンとか、このブライアンと、レビンがやっぱフォワード OMF 兼用できるので、まあ、配置によってね、本当マッチング嫌ですよね。おそらくここにシュナ、まあ、シュナ置いて、レビン置いて、まあ、ブライアン置くっていうパターンの人とかは、まあ、これで大体抜けるんでしょうね。あのね、普段やってるキーパーで。ミューラーとかはどうなんだろうな。この、レビンが全力中だったら抜けるというところと、まあ、多勢に対して、まあ、あんまり現れないっていう感覚なのかな。まあ、ヒューはね、こっちにサイドに置いてる人もいますけど、そういう時ってフォーメーション何やってんですかね。多分ヒューが乗ってないんじゃないかなと思うんですけど、フォワード、まあ、一時ランクマガーってやった時は、フォワード3人だけ、褒め交換乗せて、あと全くね、ならない、ね、バラバラのスリートップやってた時ありましたけど、まあ、でもそうするとやっぱ OMF 以下が本当に弱くなるんで、やりづらさは結構あったんですが、まあ、シュートが決まればいいやみたいな感じでやってた気がするんですけど、まあ、そんな感じでやってる感じですかね。はい。まあ、そんな最近そんなトレンドで、皆さんはね、どのフォーメーションでどういう風にキャラクターはめてるかというところですかね。やっぱりこのナットレーザーはあまり見なかったですね。今回このナットレーザーがね、蘇ることを自分的には、期待してるんですけど、これすごいですね、2人とも、ワンツーの移動距離 50%、 ワンツーの移動距離 50%、 はい。で、ここドリブルの移動距離 3%、 この人だけね、移動距離はないんですけど、はい、渾身系のキャラクターとかに非常に強いキャラクターになっているので、まあ、うん、いいんじゃないかなと思います。はい。若島津とか今日この辺から抜かれましたよ。この辺系、ここから若島津、多分デバフでこの人がいて、なんだっけ、外から打たれて 60% 取られるっていうね、60% 取られるのかいみたいな、あ、36% か、36% で抜かれてましたね。はい。まあ、その時もあります。はい。相変わらずね、こう、デッキの駆け引き、まあ、デッキのバランスがね、難しいなと思いながら、まあ、なんとなくでも多いのが、まあ、ここ、特殊な、これ、技レビンっていう、自分力のこれでもいいような気がするんですけど、まあ、守備がね、全くできないのかなっていうところも問題があるかなと思うんですけど、はい。まあ、そこがフォーマット化されて、まあ、反対側のペアリングのフォワードっていうのは、まあ、人それぞれかなと。まあ、逆にツートップでやってる人もいますね。シュナとレビンのツートップみたいな。
まあ、日曜週のフィジカル組めるんで、翼くん、ワンチャン翼くん入れることもね、可能っちゃ可能なんですよね。この技の翼くんをね。そうすることで、まあ、三浦来ても大丈夫というような形で、フィジカルでやってる人もいるのかなというようなところでございます。はい。まあ、あとはね、ボランチは全部バラバラですね。まあ、基本的には、市内で扱っている人にはタイガーボランとカルツはついてますし、まあ、レビンは入れているというような形で、まあ、市内で扱ってない人は結構いろいろもうバラバラというような形。はい。皆さんね、デッキ安定してきましたかね。結局今、昨日朝トークでも話したんですけど、馴染んだのがこれじゃない、馴染ませたのがこれ。まあ三浦以外はなんとかなるっしょみたいなデッキです。若島好きたらブライアンで打とうみたいな、はい。まあポイントはやっぱり2トップでやりたいんですけど、ナットレーザー2トップでやると、ナットレーザーがね、役目があんまりできないので、まあ、やっぱ1トップでシュートに特化していくというようなところですかね。はい。2トップの時、2トップがやりやすい条件って、どっちも仕事、守備も攻撃も読み勝てばちゃんとなるっていう時は、2トップはね、非常にいいですね。そういう意味では、今回のこの日本代表の2トップいいんですけど、刺さらないので、まあこういう形でもやりやすいのかなというような気がしますけども、はい。まあ、そのところで今日は水曜日というところなんですけども、はい、皆さんね、デッキの進捗いかがでしょうか。大体ね、馴染んできましたかね。デバフとかバフとかのバランスとか、ガードのね、この3つのバランスをどうするかとか、少しねまとまってきましたでしょうか。まあ日本ベースの方はやっぱりどこまで行ってもチームスキルが集まらないと固まっていかないので、チームスキル欲しいなというようなね形で思っている人も多いと思いますし、逆に海外の人とかだったら、向ける面をどうしようかなっていうところと、三浦なのかバッカス最初スタメンに使った方がいいのかとかね、考える人も多いかなというようなところでございます。はい。さあ水曜日なんですけど、お知らせが来るかなと思ったんですが、一つですね、ショップですね、こちら、はい。夢玉の売り場が、まあ、4時で切れちゃうんですよね、はい。この時間からでいくとね、16時で切れちゃって、また更新されるっていうことは、新しい、ガチャ水曜日なんですけどやってくるのか、はたまた、久しぶりね、セールはお休みで金曜日まで、セールないのか、もしくはワンチャンドリコレまでセールがなくてみたいな。今回ドリコレはいつ来るんですかね。はい。今週は8という状況になっておりますので、ドリコレ早ければ13、まあ、11からドリコレやるってことはないと思うので、おそらくドリコレの期間は13から20日ですかね、はい。そして明日は6日水曜日、6の日ということで、七夕前の日と、7月7ですね、7月7の前の日ということで、はい、明日は、ね、どうなんでしょうかね、皆さんね、朝並ぶのかどうかというところなんですけども、はい。まあ、7月7の方はね、多分ね、名古屋の全土とかめちゃめちゃ暑いんじゃないでしょうか。名古屋の人しかわからない話だ。はい。さあ、7月7を迎えて、七夕で何かイベントが来るのか、まあ、ガチャのお知らせが、これが8日金曜日からなのか、7、8ってことは、これは、トラですね。ヒューガ君にまつわる何かがあるのか、どうなんですかね。はい。まあセールが切れるんで、ガチャがもうここで私更新されてくるのか、まあ、8からは多分ガチャなんか来ると思いますので、まあ告知されてガチャか、でドリコレがいきなり8から来て短期間で15で終了ってこともないと思うんですけど、まあどうなっていくかなというところですかね。多分ドリコレは13からかな、12からとかかな、12から19とか、ちょっとわからないですね、はい。あと何出てないですかね。周年中に出てないのは、アルゼンチンで、まあただディアスとかがねフェスでなって肉取りで出たばっかしですし、パスカルも結構出てると、で常設の方で、ガルバンも出たので、まあなかなかアルゼンチンっていうところの代表の選択肢は薄いのかなと。まあ、そうすると、まあ、ただ日野くんもフェスで出ましたし、ビクトリーノもクラブの常設で出て、ウルグアイもないで、ブライアンも出ましたし、ミカラファは復刻という形で表現されて、三崎くん松山くん同様第3でないというような状況。そうなって、ナットレーザーは3月に出たばっかり、サンターナも出たなると、チャーとかチャーとかっすか、長春光も出たし、チャとか
オワイランとかバルカン、バルカン、ガルバン、バルカン、バルカンか、あと日本キャラくらいですかね。で、あ、ピエール・ナポレオン、なるほどなるほど、ピエール・ナポレオン、確かにフランスのガチャが結構常設でちょろちょろ出てるんですけど、フグっすもんね。まあピエールはね、あの超フェスで出て、ナポレオンなんか結構常設ガチャで結構ちょいちょいで出てますけど、結構不遇になっているので、うん、この辺でフランスか、レシャール復活で フランスか、うん、あ、なんだろうね、まあ普通に考えたらゴールデン23またやるみたいな、まあ立花兄弟いつ出るかみたいなところだと思うんですけど、木杉も確かね、あのメンバー入ってたと思うんで、木杉滝とか出ないのかみたいなところだと思うんですけど、あ、なんかマニアックなキャラ出そうですね。はい、まあ反町くんが強かったりとか、弓倉くん強かったりとかしてるので、まあゴールデン23のキャラクターで、まああの辺のキャラクターまだ全然ね出そうなんだなっていうような気もしますし、まああと強いところで、周年系から出てないのは慈瞳くん、でも丸声優の慈瞳くん、佐野くんずっと写真に写ったまま出てないんですよね。まあただネクドリの恩恵的なところでは、オランダ系が押され、アムステルダムが押されて常設情報かかるので、ああ分からないけど、まあとりあえず4時待ちますかで、まあ多分おそらく今週からオンライン杯がねやってくるのかなというところで、まあ、もうね2週間に1回オンライン杯がやってくるわけですよ。はい、さあ、今月は結構まあまったりなのか、周年明け皆さんどうですかね、ランクマは比較的どうでしょうか。今日何日だ、今日6日、今日5日か、まあランクも開けてからもう3日間というところで、今の順位からすると、まあ今まあ普通なのかな。はい、普通、進捗的にはなんかガーッと盛り上がってるというよりはいつも通りかなというような感じと、まあ超フェス取ったので、まあちょっとや超フェスが出たばっかりなので、ちょっとねランクマが活発になってどんな感じなのかなっていうので、デッキね、あの出てる人が多いかなという印象です。はい、まあでもやっぱりあのメンバーとか見てもそうですし、皆さんね試行錯誤しながら調整してるというような感じなんですかね。はい、さあ、そのところで連日暑いんですが、まあとりあえず台風がね温帯低気圧に変わったというところで、これはね一つ良かったかなと思うんですけども、まあでもね、久しぶりにずっと暑かった中で曇りだけでもいいんですが、湿度がすごくてジメジメしてるというところで、はい、あのね、まあ、あの食べ物とかもね早く食べると腐っちゃうんじゃないかなどうしようと思いながら、今日はこの辺で終わっていきたいんですけども、はい、いつも皆さんねご視聴ありがとうございます。またねよかったらぜひよろしくお願いいたしますわー、予想して結局予想しないで終わって、何かな何かなって言って終わってしまったはい、そんなところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですが、はい、連日暑いので皆さん、体調だとお気をつけください。それではまた。